どうも。信長さん、秀吉さん、家康さんをこれまでたくさん見てきたので。となると、この方も見てみないわけにはいかないでしょと思い。ああ、この絵、見たことはあるんだ。誰だっけ？あ、石田一生さん。いやーだと間違えたでしょ。ふむ、桶狭間の年に生まれたのか。うむ、その石田三成さんだけど。どういうイメージかね？真面目、融通が利かない役人、秀吉さんのことが大好き。ふむ、それでもまだ江戸時代に比べれば、良いイメージだね。江戸時代はもっと悪かったのか。最近は逆に、イメージ良くなってるようだけどね。そして、存命中も意外に辛抱があったのかもしれない。マジでか。というのを順番に見ていこう。うむ、良きに計らえ。三成さんは、1574年。お父さんお兄さんと共に、秀吉さんに仕官したよ。へえ、三成さん一人じゃなかったのね。ここで有名なエピソード。つまずいて頭からお茶をかけてしまうのね。いやそれだと三成さんの物語は、ここで終わってしまうので。近江のあるお寺に、鷹狩りから帰る途中の秀吉さんが、休憩のために立ち寄ったよ。ふむふむ。すると、そのお寺で働いているらしき少年が現れ、お茶どうぞ。いやそんな言い方はしないでしょ。大きめのお茶碗に、ぬるいお茶がなみなみと注がれていたけど、鷹狩り帰りで喉が渇いていた秀吉さんは、一気にそれを飲み干したよ。ふむ。飲み干したところを見計らって、ささ、もう一杯。今度はさっきより少し小さいお茶碗に、少し厚めのお茶を半分ほど。ちょうど良い加減のお茶をゆっくり飲んで、秀吉さんはリラックスすることができたよ。そこを見計らって、少年は最後の一杯。さらに小さいお茶碗で熱々のお茶を出したよ。熱々のおかげでお茶の香りが増幅され。秀吉さんは最後の一杯で、お茶の良い風味を十分に味わうことができたよ。おお、その少年が三成さんだったと。うむうむ。これで秀吉さんは三成さんをすっかり気に入ってしまって、召し抱えることとなったと。この逸話を三軒の茶というよ。三根とも読むようだよ。これが1574年とすれば、14歳になる年か。うむうむ。ちなみに三軒の茶のエピソードは、種ヶ島時高さんの奥さんの方が先なんだそうだけど、それはさておき。ポルトガル人が鉄砲持ってきた時の、種ヶ島の当主ね。その後は特に、内政面で秀吉さんに認められて、出世していくよ。戦いの方は苦手だったのかな？苦手ということもないんだろうけど、やっぱり文官が合っていたのでは。ふむ。そしてその仕事ぶりは、やっぱり事務的に規則通り淡々と。そんなイメージがあるけど、例えば有名な太閤検地。この検地で使った物差し、検地尺で、唯一現存するものには、三成さんの署名があって、物差しにメモリや罰印をつけて、三成さんが自ら、一尺や一寸の長さを、保証してるよ。まさか全国で使う物差し全部を、三成さんがチェック。それはどうかわからないけど、それもあり得る。ただ物差し自体に、長さや面積の単位の説明まで、細々と書かれてるので、全部は無理かも。正確さを重視して、几帳面に検地を進めていったのね。さらに、検地に当たる役人に対しては、部下が謝礼をもらわないようにしなさい、謝礼をもらっても公平に検地しなさい、迅速丁寧に検地しなさい、農民に横柄な態度をとってはいけない、とうとう。これまた細々と決まりを作って、守らせたそうな。そんないろいろと細かいことを言われると、実際に検地をやる役人には嫌われそうね。ところが、三成さんが検地を担当した地域の大名。例えば、島津さんや毛利さん、上杉さんや佐竹さん。そういう大名は、新石田派になってる人が多いそうな。つまり、秀吉さんの権力を傘に着て、細々と命令しまくったんじゃなく、細々と丁寧に対応して、好感を持たれたのかもしれないと。うむうむ。冷徹な役人イメージが崩れていく。それから、やっぱり、お金の計算にも細かい、悪く言うとケチなイメージもあるけど、三成さんに、過ぎたるものなんて言われた、島左近さん。おお、関ヶ原の悪夢。三成さんは、この島左近さんを召し抱えるため、自分の六高の半分を、島さんに与えたというよ。自分が秀吉さんからもらってる六高の、半分を島さんに。うむうむ。誰もが認める名称、豪傑の島さんも、さすがに断れなかったのね。そだねー。秀吉さんはこれを聞いて、君臣の禄が同じなんて、聞いたことないわい。と驚いたそうだけど、その後三成さんを激賞して、秀吉さん自ら、菊切り門入りの羽織を、島さんに送って、三成さんによく使えてくれるよう、お願いしたそうな。
志摩さん、年齢的には秀吉さんに近いのか。秀吉さんの3つ下、三成さんより20も年上。そんな人に頼み込んで家来になってもらったのね。実は三成さん、これだけじゃなくて。他にも雇ってるのか。三成さんがまだ故障だった頃、秀吉さんからもらっていた地領500石、全部投げ打って、豪傑として知られる、渡辺勘兵衛さんを家臣にしたそうな。ええ。少年時代からすでにやってたのね。しかも全部敵味。秀吉さんは渡辺さんに、2万石もオファーして断られてるので、当然びっくりしたそうだけど、秀吉さんが三成さんに、いや、自分の地領全部家来にあげちゃって、君は生活どうすんの?と聞くと、私は勘兵衛の家に居候します。と答えたので、二人して大笑いしたそうな。すごい少年だ。そしてお金に関しては、三成さんは後に、家康さんと争って負けちゃうけど、その時、三成さんの沢山城に踏み込んだ武将は、あの秀吉さんの側近として、牽制を振るった三成だから、さぞかしため込んでいるだろう、と思ったそうだけど、実際見てみると、ほとんど蓄えがなかったそうな。私腹を肥やすなんてこととは、縁がなかったのね。秀吉さんからいただいたものは、秀吉さんのために全て使わないと、不忠に当たる、と考えていたそうな。なるほど。さてそんな三成さんなので、後に御奉行と呼ばれるほど、文官として秀吉さんから重用されるんだけど。ちなみに御奉行って誰がいるの?この5人だよ。三成さんが筆頭?うんにゃ、文書に署名する順は、だいたいここに挙げた通りだったようで。5人の中で三成さんは、3番目か4番目の序列だったんだそうな。それは意外。御大老との違いは?御奉行は元から秀吉さんの家臣だった人たちで、御大老は独立した大名だった人たちだよ。ふむ。じゃあ御奉行の方が、豊臣政権の実務に当たる感じかな。うむうむ。ふむ。でも、政治では優秀なイメージあっても、合戦ではそうでもないよね。まあ石田さんの戦いで有名なのが、関ヶ原と、忍城の戦いなので仕方ないけど。出たなの棒の城。三成さんは、忍城を水攻めにしたけど、本城の小田原城が起きても、忍城は生き残ったということで、石田三成は戦いは苦手なんだな。っていうイメージが持たれるけど、実際は、三成さんは、水攻めには反対だったそうな。そうなのね。水攻めは効果的ではありません。もっと積極的な攻撃に出るべきです。という内容の文書を、秀吉さんに送っていて、それに対して秀吉さんは、どうすればいいか、細かく指示した文書を、送り返してきたそうな。じゃあ三成さんじゃなくて、秀吉さんの作戦なのね。そもそも秀吉さんは、忍城守備隊を殲滅する必要はない、と考えてたそうだよ。もう小田原城は落ちるから、そこまでする必要はないと。多分ねー。関ヶ原の方も、夫人だけ見ると、西軍 100% 勝利と、明治時代に兵学教官としてドイツから招かれた、メッケルさんが断言したっていう、有名なエピソードがあるけど、つまり三成さん、少なくとも夫人は、必勝の形を作れていたということか。そうだねー。裏切りがなければ。そこまで前もって十分手を回しちゃうのが、家康さんの強さなんだろねー。関ヶ原はまた後で見るとして、その前に、三成さんが参加した戦いで、問題となるのが、文禄慶長の役、いわゆる朝鮮出兵。ほうどんな問題が?武断派の武将たちの反発を招いたと言われるよ。なんで?三成さんが、他の武将たちについて、秀吉さんに断言したから、というお話がいくつか残っていて、それだけ見ると、三成さんが残言魔みたいに見えてくるけど、そういうお話はみんな、江戸時代に作られたもののようで、根拠はないようだよ。神君家康公に反抗した光秀さんだもんね。江戸時代に悪く書かれるのは仕方ないね。でもじゃあなんで反発を。三成さんは、秀吉さんと現地の間で、連絡役をやっていて、妥協なく真面目に任務をこなそうとするので、現地の武将から見ると、秀吉様の権威を傘に着て、偉そうにしやがって、と見えたのでは。ふむ。その上、言葉で反論しても、論戦では三成さんにかなわないだろうから。武断派武将は余計に腹が立ったのかもね。そうだねー。となると、秀吉さんが怒ったりした場合は、三成の野郎が残言しやがったな、と思っちゃうかもしれないね。だねー。そのことが後々まで響いてしまったようで。1598年、秀吉さんが亡くなってしまうと、力を強めていく家康さんを、三成さんらはなんとか抑え込もうとするけど、
三成さんに反感を持つ武将たちは、家康さんにつくことになるよ。それでもまだ、前田利家さんがいる頃は、対立を抑えることができていたけど、前田さんは1599年に亡くなり、七将が三成さんを襲撃する事件まで起きてしまうよ。もう限界だ。ただこの事件については、三成さんは家康さんの屋敷に逃げ込んだ、なんて逸話もあり、逃げ込んだのが本当かどうかは定かではないけど、最終的には家康さんの仲裁で、これ以上七将の攻撃を受けずに済み、次男の結城秀康さんに護衛させ、三成さんを沢山城まで送り、撤去ということにしたよ。あれ、家康さんは三成さんを敵視してるんじゃないの？そこは諸説あるようで、ちょうどこの頃は協力を模索していた、という説もあるし、七将の動きは、すべて家康さんの制御下にあった、という説もあるし、三成さんに五奉行を辞めさせ、撤去状態にすることで、この後、三成さんと各大名が、どう動くかを見て、敵味方を見極めるのが目的だった、という説もあるよ。ふむ。この後家康さんは、前田利家さんの息子、五大老を継いだ利長さんに、家康暗殺計画の嫌疑をかけ、征伐すると脅した上で、利長さんのお母さんを人質に差し出させて、利長さんを味方に引き入れ。お母さんって要するに、利家と松の、松さん。うむうむ。おう。浅野長政さんにも嫌疑をかけて隠居させ。何回言って言って打ちつつ、各大名の動きを見てるみたいね。そして1600年、上杉景勝さんの軍事力増強を理由に、会津征伐に出発するよ。これに対し、前田源二さん、増田長盛さん、夏香正家さんの三奉行は、あ、五奉行から、三成さん、浅野さんが抜けて、三奉行になってたのね。うむうむ。その三奉行が、毛利輝元さんに、大阪に来てくれるよう要請。その上で、三奉行の名前で、各大名に家康弾劾状を送るよ。あれ、三成さんいないじゃん。反家康勢力を作り上げる上で、三成さんがどれくらい働きがあったかは、同時代の資料ではわからないらしい。ええ？そうなのね。三成さんが首謀者とされるのは、江戸時代の資料からとのこと。ふむ。でもまあとにかく、家康さんの会津征伐をきっかけに、1600年7月、西軍は決起。でも結局関ヶ原では、ご存知裏切りが多発して、家康さん勝利、三成さんは逃げることになるよ。討ち死にするまで戦うじゃないのね。そこが三成さんらしいところで、最後までとことん生き延びて、なすべきことをなす、という考えだったそうな。そして、次郎を海まで逃れたところで、領民の与次郎さんって方にかくまわれたけど、与次郎さんは、家族に類が及ばぬよう、妻と離縁までして三成さんを守るというので、三成さんは感動して、与次郎さんを説得し、自分を徳川軍に差し出させるよ。泣かせるぜ。三成さんの統治は、前世だったようで、直訴も許していたそうな。なんと。それで領民には慕われ。三成さんが亡くなった後は、石田地蔵尊なんて作られたんだけど、三成さんの領地を引き継いだ、井伊直政さんは、それを黙認したそうな。さすがイケメン。いやイケメンは関係ないかと。10月1日、六条河原で三成さんは処刑。三成さんにはたくさん子供がいたそうで。みんな捕まって処刑とか？うんにゃ、みんな生き延びてる。なんと。こうなったようだよ。ん？おお。皇室に繋がったっていうのもすごいけど。やたらと弘前藩に迎えられてるね。うむうむ。初代弘前藩主の、津軽為信さんは、ピンチを三成さんに救ってもらったり、三成さんに息子の烏帽子親になってもらったりして、大きな恩義を感じてたようで、見つかったら家康さんに討伐されかねないのも覚悟の上で、三成さんの子供たちを受け入れて、厚遇したそうな。おお、津軽さんすごいぜ。ただ、当の家康さんも、なぜか三成さんの子供たちには甘いんだよね。ふむ。家康さんに除名されたのが二人。家康さんの側室の甥と結婚したのが一人。そして、次女小石殿の孫は、三代将軍家光さんの側室になってるよ。それで、血筋が皇室に繋がっていくよ。おお。家康さんは三成さんを敵として葬ったのに。不思議だね。なので家康さん、実は三成さんを相当気に入ってたのでは？というお話もあるよ。三成さんの長男の重家さんを、可愛がっていて、自分の名前の文字を一文字与えたそうだし。そういえば家って入ってるね。家康さんの次男の結城秀康さんも、三成さんから贈られた刀を、大事にしていたというよ。おお。家康さんは戦いを終わらせるために、三成さんに全部罪をかぶせて処刑したことを、負い目に感じてたのかもしれないね。
あるかもしれない。ということで今回はこの辺にしておきましょ。三軒茶買ってくる。え？売ってんの？ま、いいけど。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。